今日は3つ特集ありますけども、早速1回目の特集をいきたいと思います。1回目の特集はですね、両サイドバック立役者特集ということでお送りしていきたいと思います。今日はこの後その他にも2つ特集ありますので、たくさん楽しんでいってください。よろしくお願いします。では早速お二人にご登壇いただきます。まずは小宮山貴信さん、そして竹岡由美子さん、お願いします。僕は今日小宮山君に会った瞬間に言った一言は、色が白い。じゃあマイク持ちやめてください。はい、マイク持ちもう一回やめてください。そうですね、はい、白いです。現役時代とまるで違う生活なんですね。そして竹井くんさん、お願いします。お願いします。ちょっと皆さんにこの何ですか、力関係というか上下関係をしてもらうために、お二人はどちらが上で、どちらが下なんですか、年齢は。僕が2個上だよね。年齢は、年齢は、年齢は竹岡君としてはそういう感じではない。僕はそうですね、学校が同じとか大学が同じじゃなければ、はい、基本的に大丈夫だと思ってます。大丈夫だと思う。大丈夫って意味がちょっと分かんないですけど、現役時代はどうだったんですか、お二人の関係性は。小山さんが見て、その竹岡君との関係は。よくリハビリしてた。よく一緒にリハビリしてましたね。そうね、怪我をね、二人ともね、なかなかしてる人は回ってましたからね。はい、ゆうとはなんかいつも質問するとめちゃくちゃいい勉強してる。本当になんか年下なんですけど、めちゃくちゃ頼りにしてました。それは竹岡さんがその怪我に対する知識をたくさん持ってる。そうですね、多分僕の方が知識は多いですね。じゃあお座りになっていただいて、早速読書始めたいと思います。よろしくお願いします。フロンターレもかなり歴史を重ねまして、もう新しいサポーターがめちゃめちゃいるんですね。だからお二人の現役時代を知らない方もいらっしゃいますので、ちょっとまずプロフィールをご紹介しますので、何かこう、いやそれは違うっていうことがあったら僕に指摘していただいてよろしいですか。じゃあまず小宮山貴信さんからいきましょう。小宮山さん、千葉県出身なんですね。そうです。はい、中学時代ジェフユナイテッド市原、千葉のアカデミーでプレーして、その後市立船橋高校で、さっきそこで話聞いてたんですけど、市船の時に全国優勝してます。3年生の時めっちゃ強い時でしょ。だって誰ですか、同級生は。同級生は名古屋の小川選手とか。おー、はい、とあとは1個下が増島、はい、今日柏レイソルやりますけど、レイソルに行った松島選手は、その1個上です。カレン・ロバート選手もいた。めちゃ強かったじゃないですか。強かったです。はい、ほとんど負けなかった。はい、で、順天堂大学に進学して、大学の在学中に特別指定選手として横浜 F ・マリノスでプレー。これはもうその頃にもこういう制度あったんですね。だからね、その頃にこういう制度があったってことですか。ありました。はい、もうね、だから大学生なのにバリドスでプレーしてたと。そうです、いうことですよね。で、2010年に川崎フロンターレに完全移籍と。はい、フロンターレ在籍7年。はい、長いっすね。長いっす。長いよ。まあまあ長いです。まあまあ長いよね。で、その後横浜 FC でプレーして、2017シーズン限りで現役引退と。はい、今引退して何年ですか。今6年。6年、結構経ってますね。はい、で引退後は竹岡さんもマイク持って喋ってたし、素人なんで。はい、素人じゃないでしょ。引退後は株式会社ウォールズウェルを設立して不動産業に転身されていらっしゃるので、その話ちょっと後に行きますね。はい、はい、で風強すぎなの。竹岡優斗さんは京都府出身、国士舘大学卒業で、サガン鳥栖でプロ生活をスタート。その後横浜 FC 移籍して4年間在籍、2014年に川崎フロンターレ完全移籍。じゃあ4年後ですね、小宮山選手が入ってきたのね。そうですね。で、フロンターレではプロサッカー人生で最も長い5シーズンプレー、5
通算81試合1得点、1点しか取ってないですから。だってずっと後ろで相手潰して楽しんでたんですよ。いやもうね、竹岡選手はもうめちゃめちゃ1対1が強いんで、ね、相手の本当一番いい選手をいかに抑えるかってね、仕事が、ね、多かったですもんね。で、その後バンフォーレクをフレノフォア山口でプレーして、計5クラブで活躍して、2022シーズン限りで現役を引退と。で、今は再生医療関連事業を展開するセルソース株式会社に就職されております。はい、合ってます。合ってますね。合ってます。はい、ではよろしくお願いします。お願いします。でですね、今話をしたんですけども、富山さんは不動産業と、今日OB の方々がそこにブースを出してくれてるんですけど、ブースで 何をしてらっしゃるんですか今日は。今日はタイトルがレアルマドリッドっていう、はい、なんかマドリを見てその価格なんか賃料が高いか、価格が高いか、ああそういうゲームをやってるの、マドリアルマドリ。なんか僕もよく分かってないです。ああ、なんで不動産業をやったんですか。もともと両親がやってて、はい、あ、ご両親やってるんですか。それ見て自分もやりたいなって思ったんです。それはご両親がやってるの楽しそうだったんですか。そうです。へえ、具体的にはその不動産業って言ってもいろんなのあるんじゃないですか。マンションか借りたり貸したりとか、そのまあ、そういうものではない、賃貸業じゃないですか。今のメインは、はい、自社で中古マンションの戸建てを仕入れて、はい、で自社で設計とデザインしてリノベーション物件として販売。あ、リノベしてんだ。今メインでやります。それまではでもめちゃめちゃいろんなことやって、経験積んでみたいなことやってたんですけど、はい、まあ、最近はそれで結構一個事業としてやってます。あの、小宮山さんからリノベ物件買いたいときはどうすればいいですかね。連絡いただければ。連絡方法、フロンターレの。フロンターレ？連絡すればいいの？めんどくさ。それめんどくさいでしょ。なんかないの？なんか会社の。まだホームページ作ってないんですよ。ホームページ作ってないの？それでも6年もやれてるの？やれてます。すごいね。ちなみに場所は地元でやってるんですか？船橋です。あ、千葉でやってるんですね、やっぱね。はい。市村だから。そうです。ああそうなんだ。じゃあ千葉県の方いらっしゃるの、レイソンのサポーターの方もいらっしゃるのか、レイソンのサポーター方もね、もしリノベ物件買いたいときは、会社は、名前何でしたっけ。オールズウェル。オールズウェルって会社に行けばいい。それどこにあるの会社は。北奈良市のっていう東洋高速線来て言うと、はいはい、じゃあそこに行って、はい、ちょっとインスタに出しますね。そちらインスタ、そう、小宮君じゃあインスタ見て、皆さん中古物件買いたときには、こういう人から買った方が変なもん絶対売らないんで、確かだと思います。それで、本当ね、選手ってもともと自分のことを知られてるから変なことできないんですよ。めちゃめちゃあります。あるでしょ。だってクレームとか来たのね、はい、まずいもんね。まずいです。じゃあ有用物件をいつも販売してると。はい、ぜひお願いします。あ、ありがとうございます。そういうのをまずやってここで仕事取っていかないとね。はい、竹岡君は どうなんですか。どういう再生医療っていうのはどういうことやってるんですか。これちゃんと説明した方がいいですか。当たり前でしょ。ちゃんとしない説明じゃないでしょ。自分の血液を用いて、はい、まあ、要は有効成分だけを抽出してそれを体内に戻すっていうことを、まあ、PR 企業っていうんですけど、それの加工自宅をしている会社で働いてます。はい、難しい仕事だね。そうですね、一応医療業界の方からって、まあ、横文字とかばっかりです。はい、なんでそういう仕事しようと思ったんですか。いやもう皆さんご存知の通り、膝ぶっ壊れてるの。膝、はい、怪我をしてたからそういうのをやりたいと思ったのですね。まあ、多分、はい、自分の膝が多分、まあ、悪いので、はい、会社で働いてる誰よりも膝痛い人の気持ちは分かります。なるほど。はい、今はどうなんですか。もう引退してましたけど膝の方は。いやでも引退して最初に筋肉に 3,4 キロ落ちたんですと思って、はい、だからこの辺とかもペラペラですよ。ペラペラ。それは引退した選手が誰も経験することですけど、はい、痛みはあるんですか。まあ
ないといえば嘘になるんで、はい、まあ、でもそれなりには生きていけてるんで、まあまあ大丈夫かなって感じです。でもそういう会社にいたら自分の膝も治療できるとかないんですか？まずそれみんなに言われましたでまず自分を打ったらって言われたで打ったんですか？打ちました打ちました。1回だけ打ちました。どうだった？あ、でもやっぱり打ったらほんまに長い年にちょっと良かったですね。あ、現役時代してたら良かったですね。そうっすね、うん、まあでも竹岡さんのところに何かこう治療したいとか、再生医療したい人はどうすればいいですか？セルロースに寝ますか？セルソースがやってる、セルソースか、ホームページみたいなのあるんですよ。あ、セルソース、はい、関節治療オンラインって調べてもらったら関節治療オンライン、はい、セルソース の、はい、その注射が受けれるクリニックがバーって一覧で載ってる。あ、じゃあそこに、はい、でそこ最寄りので住んでる場所とか、はい、最寄りの駅入れてもらえれば、はい、一応出るはずです。どういう人に おすすめですか？まあ、膝痛い人が一番多いですけど、はい、まあ、その他ほんまに、なんて言えばいいのかな、美容とかでも使われてるんで、美容領域とか、あとは、不妊領域、おだもうそのめっちゃ細かいこと言うと、はい、子宮内膜に打って、はい、着床するときに、はい、子宮内膜をちょっと分厚くさせるんですよ。着床率を上げる、そういうのに使われたり実際したので、その病気で言えば本当に整形外科領域とか不妊領域とか、あとは、まあ、美容領域、要は、まあ、あの肌とかで肌をきれいにするっていう領域でも使われているので、まあ、実際にその関節治療オンラインは膝痛とか便利ですけど。わかりました、はい、で今日はそのブースで何をやってらっしゃるんですか？さすがにちょっとそういうのできないので。できないよね、そんなこと。ブースでできないの？誰側があの面白おかしく考えてくれて、まあ、僕が、全力で、みんなの邪魔をする、それを再生させるということで、トッポの早並べっていうなんかまあ面白おかしくなトッポの早並べって、まあまあ、フロンタレっぽいなっていう感じはしますけど、まあ、ぜひご興味あればぜひ後で運んでいただきたいと思います。ね、みんなブースに行っていただいて、小宮山さんも竹岡さんもいらっしゃると思いますね。写真撮ってくれるんですよね、もちろんね。はい、もちろんです。はい、わかりました。じゃあ色白の小宮山さんの写真撮っていただいて竹岡君は結構焼けてるけど、僕最近ですよ、光合成しだした。光合成なんかやってるんですか、外で？いや、最近ちょっと気分転換で、まあ、朝サッカーとか。あ、やってるんですか？だって、でもめっちゃ早いです。6時とか6時半とか7時とかなんで。わ、みんなやっぱりその仕事してる方たちがそのいろんな業務とか家族時間に支障にならないように、その時間に、ああ、その時間は支障ね、早く起きれば OK ですもんね。はい、自分が睡眠時間削ればいいだけなんで。やっぱサッカー楽しいですか？やっぱ楽しいっすね。引退すると楽しくなるんだよね。そうなんですよ。現役の時つらかったのにね、いろんなしがらみがあるんで。ありすぎて違う、ね、はい。さあ、では早速ここからはですね、フロンターレの試合の方に移っていきたいと思います。フロンターレの皆さんに共通の質問をですね、先に投げかけてありますので、いきます。まずは、ね、印象に残ってる試合っていうのを聞いてます、ね。はい、小宮山さん、印象に残ってる試合は何でしょうか？考えるこれ書いてみましょうか。横浜 F マリノス戦、2010年の、まあ、移籍した年のマリノス戦。あ、そうですね。ホームとアウェーの両方だ。両方、あの印象に残ってる試合ってめちゃくちゃあるんですけど、はい、パッと浮かんだのがその1試合で、うん、でなんか初めての移籍で、はい、すごい不安の中、はい、あのものすごいブーイングとか浴びてた中、はい、アウェーです、日産スタジアムで。まず日産スタジアムであったんですね、試合がね、はい、でそのブーイングをかき消すぐらい、はい、フロンターレのサポーターがめちゃくちゃ応援してくれたのが、はい、まあ、すごい心強くて、はい、でそれがすごいなんか嬉しかったのが一番です。選手って移籍した後ってめっちゃ不安なんですよね。めちゃくちゃ不安ですね。それでもともといたチームにどういう対応されるのかっていうのが気になるじゃないですか。それでマリノスからフロンターレの移籍は結構難しい移籍じゃないですか。そうですね、自分がしてから結構なんかそう、小宮君がするまではね、ほとんどいなかったんです、ね、ほとんど多分誰もいなかったからね、マリノスフロンターレないんじゃないかな。だから結構禁断の移籍的な神奈川ダービーやってるところですから、
で僕も最初来た時にうわマリノスから来たらこれタバレスの試合大変だなって思って僕も見てたんですけど、アウェイの時はその発揮してくれたって言ったんですけど、そのやっぱブーイングがかなり浴びたんですか。めちゃめちゃ浴びました。あ、やっぱそう、はい、でもなんか初めての経験なんで、はい、なんだろう、なんかよくわかんない気持ちでちょっとふわついちゃいましたね。ああ、うわついちゃって、プレーは良くなかったんですか。あんまり、あんま良くなかったですし、はい、中村俊輔さんってなんかすごい魅力で結構ボロ負けしたんですよ。あ、マリノスに俊輔が迎えてミドル決めたんですね。あ、そうですね、はい、あ、すっげえ人だったもんね。そうですね。で、フロントは轟の時はどうだったんですか。今度来たら、なんかその最初の日産スタジアムの時も、はい、僕自身もまだフロンターレに来て、はい、そんな日がな浅かったんで、そうですね、自分自身もなんかフロンターレにいるっていうような、もうなんか心からいるっていう感じがそこまでしないんですよ。まだ短いからね、はい、だからなんかなんていうか、どっちともつかずみたいな気持ちがあったんですけど、このホームに来てから時間も経って、はい、自分もちゃんとフロンターレだっていう意識を持てて、はい、でその応援も受けたんで、うん、なんかもう本当にフロンターレサポーターと一体となって戦っている感がすごい感じたので、はい、それはなんか嬉しかったし、すごい思い出ですね。その2試合が負けましたけど、2試合とも負けたんだ、そこも負けました。ホーム負けたんだ。前の強かったもんね、あの時ね。そうですね、はい、俊輔戻ってきてたとしたし、分かりました。で、竹岡選手